はい、ポン酢大好き、おはよう、いらっしゃい。彼女募集とつまちです。よろしく。みんな楽しんでって。はい、ワード2、彼女募集とつまちです。はい、マーニャ、おかえり、いらっしゃい、楽しんでって。はい、タコいらっしゃい。あとつ。LINE で電話する前にまずメッセージを送らないと、メッセージを送ってください、最初に。はい、ワードツー。ふみたんいらっしゃい。みんなワードツー。メッセージ、リスナーの誰々ですって。最初に送ってくれないと承認できないからさ。よろしく。彼女募集わけじゃないけど、セクロクスマシンさんいらっしゃい、楽しんでて。彼女もう別れたよ。昨日警察に突き出した。ペイチュン若津、かわいいね。いらっしゃい。彼女募集とつまつします、まあ、かかってこねえだろ。もし LINE かけてくる人は先にリスナーの小手半のメッセージを送ってください、僕に。じゃないと通話、僕は通信許可押さないんで、先にメッセージください、 LINE に。アンさんはどつ、ネタは一切なしでお願いします。タイムシフト見てみて、セクロスマシンさん。タイムシフトに全部載ってるから。いや、突き出すでしょ。そんな。人としてありえないことやってんだから。普通な対応だよ、別に。何も普通におかしくない。当然のことをしただけだよ、俺は。あ、解除したよ、ふみたん、多分。多分ね。まあまあいいじゃん、元カノの話は。47歳だよ。15個上だよ。もう勘弁してよ。僕は年齢とかで別に差別するつもりないからさ。人を愛するのに年齢はいらない、別に関係ない。俺はね、年下嫌いだし、ギャルの子とか付き合ったことないよ。おはよう。あ、ありがとう。楽しんでて。LINE で
あ、年下なんだ。うん。かかってこねえじゃん。ダメじゃん。全然ダメじゃん。全然モテねえじゃん。話にならないよ。誰からもかかってこねえわ。いやいや、全然、俺、年下の人と付き合ったこと、本当に、数回しかないね。それは偏見だよ。いろんな人がいるんだよ、世の中には。ポテマルさん。それは偏見っすよ。別に、俺は人を愛するのに、性別とか国籍とか、年齢とか、人を好きになるのに理由すらいらないと思ってるから。意味なくねえか、普通に雑談やってた方がいいんじゃなかった、うん、全然ダメじゃん、全くかかってこねえわ、ダメだ、妄想だな、俺も全然モテねえわ、もっとモテると思ったらダメだった、うん、デブ全然太って見た目とかあんまり気にしないよ、そうじゃなくて信頼関係でしょ、うん、その人と一緒にいれるかどうかでしょ、うん、俺なんか結婚詐欺師って言われたからね、警察官に聞いたけど、あの人結婚詐欺師なんですって言われた、ひどいよね本当に、お前が自分がそういうことしたからさ、普通にさ警察に突き出されてんのに、表現だよ態度、結婚詐欺師は許せねえよな。びっくりしたよ、俺。100年の恋も冷めるわな。うん、絶望です。エミちゃんおはよう。ハートプレゼントありがとう。この枠一発目のアイテムありがとう。ハートありがとう。ありがたいっすね。っていうかさ、俺さ、今さ、俺気づいたんだけどさ、ちょっといい？あのさ、俺もう彼女できても二度と配信にさらさないとかさ、彼女できても絶対言わないって言ってたのにさ、俺がやってる枠何これ？これ全然本末転倒でしょ？もう彼女は二度と付き合っても言わねえわとか、もう絶対配信上で載せねえわって、オープニングからこれじゃん。何が彼女募集とつまつだよな。今冷静に考えたら言ってることとやってること違いすぎるだろ。引くわ。なんだこれ。
そう。蹴るわ。うん、なあ、全然違えだろって、お前。のっけから付き合う女、オープニング、ね、公開で行くつもりかよっていうね。今気づいたわ、俺。うん、スカイプはやってないですね。うん、仕事行ってらっしゃい、バタフライテール。ハートありがとう。いや、気づかなかった。俺、アスペだな。アホだな、俺。アホだわ。全然気づいてなかった。バカだよね、本当に。うん、スカイプじゃなくてね、LINE 突ですね。うん、おー、行ってらっしゃいよ、社員か。うん、また来てね。引くわ。アスペガン、アスペルガー症候群っていう発達障害だね。自分で企画考えて自分で気づかなかったかんね、うん、おはようみーさん。考え前の思考かな。全然そんなことないと思うけど、普通通常運転で。俺前の思考大嫌いだからね。普通に平常心だと思うけど、前の思考かな。そう思う？切れたっていうか、もう冷めてるから俺。ありえねえ。びっくりするよな。自分の発想力にびっくりしてるわ。冷めた？なんで？いやー、なんでっていうか、コミュ爆破されそう、されたからな、されそうになったからな。2回目だから。本気な人は後でこっそり LINE するよね。そうだね、待ってるよ、うん、私和道さんと付き合いたいっていう人も待ってるよ。パコりたいだけの人も待ってるから。パコりたいだけですって。わかんないって言いたい。わかんない。好きなのかどうかもわかんないってコメント打って。うん。うん。俺は常に感謝するよ。付き合ってる人には。うん。人と人が出会うのって奇跡だからね。血の気が引くって、そう、血の気が引くっていうか、っていうか、ないわっていうか、
そんな感じ。ノンさんいらっしゃい。語ってたのにびっくり。え、どういうこと？いつ寝てんのよ。夜中寝てる。俺だからね、30時間ぐらい起きて24時間寝るとか、そういう方が合ってるの、体の作りが。起きてる時ずっと起きてるよ、俺は。おはようございます。あなんだっけ、おはよう。入れる人がいるんでしょ、うん、いやだからジャックハンマーの気持ちわかるんだよね俺。ジャックハンマーの気持ちがすごいわかる。彼女は警察に突き出しちゃった。警察に突き出しました。っつうか俺のコミュニティ爆破しようとしたからもう考えられないっつって、それだけはないわっつって、初見さん、いらっしゃい、まいちゃん。もしよかったらフォローしてってください。いや、気持ちかどうかはわかんないけど、俺はわかんないよ。うん。応援してくれてた人ごめんね。うん。でも、俺から、俺のふわっちのアカウント消そうとしたのは俺は許せなかったんだ。ほんとごめんね、応援してくれてた人。でも今まで言ってた気持ちに嘘はないよ、俺は。
うん、俺はショックだったよ。どんな人が希望なんですか？俺のこと大好きな人俺のこと大好きな人がいいな。今浅井さん？うん、のぞみいらっしゃい、久しぶり。いらっしゃい。そうだね。いや、俺は全然愛したい人だけど、うん、全然愛したいよ。年齢近い人ね。まあ俺は仕事だからさ、これがこれで飯食ってるわけだから厳しいものがあるんだよ、舞さん、うん、遊びでやってるわけじゃないからさ。まあ遊びかもしれないけど、うん、別れました昨日。浅井さんなんて言うかな、浅井さんなんて言うかな、わかんないけど、ビギンさん、もしよかったら、今月ちょっと厳しいんでアイテムで応援お願いします。アイテム応援お願いします。配信が本業ですよ、僕。配信での収入とグッズ売り上げと、それから YouTube の広告収入が売り上げです。
まあね、商売だから大変だよね。しょうがないよ。そうだね、別れた。曲なんかまったりしてるし喋りやすいしいいかなとか思って、結構好きなんだよね、あの時風船プレゼントありがとう、あビギンアイテムありがとう、みんなアイテムありがとう、おはようふわふわさん、アイテムありがとう、助かります、ありがとう、モテる男ね、ありがとう、たまよんありがとう、フリーになっちゃったね、残念だけど、あ、ね、みんなね覚えておいてください、あのコメント欄にも書いてあるんですけど、ふわっち、あの全然申請していただいて構わないです、 LINE 全然受け付けてるんですけれども、けどもですよ、あの誰からのトツなのか僕わからなくなっちゃうんで、絶対にふわっちのリスナーの何々ですって言った人、メッセージを先にくれた人しか友達申請してないです。で、友達申請を押さないと僕に電話かけたりすることはできませんので、あのよろしくお願いします。あのそこが条件ですので。お願いします。それが友達申請するときの条件ね。LINE、あの、ふわつかな、のぞみ？あ、違う、コメント欄って違うよ。あの、LINE を送ってきたときに、LINE のメッセージで、誰々ですって書いてってことね。ちょっと面白いな、のぞみ。そういう意味じゃないよ、今ここでコメント書いてどうすんだよ、アスペかよ、おはよう、 LINE の QR コードはこれです、 LINE の QR コードはこれです、 のぞみちょっと可愛かったね、面白かったわ今これね、ちょっと笑ったわ、のぞみですって、のぞみ可愛いとこあんだな、あ、ぜひぜひ、熊本来たらお世話になります。別れたよ。残念だけど。おー、ようちゃん。ん？このようちゃんは、車のようちゃんかな？あ、じゃあ、ラーメン屋のようちゃんかな？このようちゃんはどのようちゃんだろう？最近ようちゃんが被りすぎてんだよね。3人、4人ぐらいいて。どのようちゃんだろう？これは、あれかな？アンズさんの、旦那さんのようちゃんかな？どのようちゃんかちょっと、教えて。どのようちゃんが最近多すぎるんだよ、俺のリスナーに。そうなんだよね。元気出すよ。大丈夫だよ。心がブレたりあるよ、舞ちゃん。ごめんね、コメントするしちゃって。あるよ。人間だもの。それがないっつったら嘘だよ。俺だって何回も心がブレるし、何回も。勝業の方のようちゃんね。どうしようかな。じゃあさ、ランラン、花火ありがとう。じゃあさ、どうしようかな。
じゃあ、カツギョのようちゃんにコテハン変えてよ。カツギョのようちゃんにコテハン変えて。そしたら絶対俺わかるから。あ、カツギョのようちゃん。あの、アンズさんの旦那さんの方ねっていう。カツギョのようちゃんね。オッケー。カツギョのようちゃんにコテハン変えてよ。よかったら。うん。そうだね。うん。試合。今日もスパーリングすごい好評だったよ。みんなすごいすごいって言ってくれて。もうみんな見たでしょ？もうみんな見たからいいと思うんだよ。もし見たかったらもう一回だけ流すよ。10分ぐらいの動画。昨日のスパーリング。見たい人いたら、あの言って。もう何回も流したから、飽きてる人もいるから。まあ朝方だからね、昨日の放送見てないって人もいるかもしれないけど。見たかったら流します。見たい？ OK。じゃあ、昨日の試合流す？試合っていうか、練習？流す？何回流すんだよね。みんな OK 流すよ。OK。マキチさん、風船ありがとう。そうだよね。そうだ。一番最初なんかね、うっつってたんだよね。マウスピースつけるたびにね。笑っちゃうよね。じゃあ、流します。ちょっと待ってね。微調整します。初めて来た人に説明するんですけど、踊る便所太郎さんっていう人がいて、その人が捨て頃っていう配信者の格闘技イベントをやるんですね。それの登録選手なんです。で、あの、2ヶ月ぐらい練習してるんで、もしよかったら見てください。で今から、6分ぐらい動画流します。昨日のですね。楽しんでってください。何度も見た人はごめんね。当日泣くだろうね、うん、3ヶ月間ずっと練習見てるもんねみんなね、うん、ふわふわさん号泣して、でみんなにお願いしてるのは、勝ったらでいいから花火、みんな花火一発ずつちょうだいって、勝ったら当日枠開いた時花火一発ちょうだいって、それを約束してる、うん、みんな絶対勝つから、勝ったらご祝儀ちょうだいって、負けたらいらないからって、俺勝つからさって、だいぶ様になってきたでしょ。用意しといて、当日。で、その花火買うときに、ワダを買ってねって願掛けして。うん。もし勝たなかったら花火なんてねだらないから。絶対勝つまで3ヶ月かけてきたからさ。うん。そうだね。インローをよく出すようにしたね。うん。インローは、インローを多めにしてたね。覚えたての技っすね。用意しといて、うん、めっちゃ痛いよ怪我だって骨折してんだよ、2箇所も、足も捻挫してるし、うん、骨折しながらこうやって戦ってんだよ、打撲なんかもう内身なんかそこら中だよ、大の大人が蹴ってんだから、ああ絶対勝つよ、絶対勝つよ俺は、よいしょ、まあこれはみんなが強くしてくれたんだよ。初彦さんとかが、ドレさんとかが、強くしてくれたのは、配信者とみんなだよ。これ、これ、パンチもありますね。いや、これを生で見れるからね。これが1ラウンド目。で、2ラウンド目、1ラウンド戦えるようになったんだもんな。前なんか1ラウンド倒れてたのに、ほら、終わりって。ねえ、うずくまってハーハー言ってたのにさ、1ラウンドこんだけ戦って、40分練習した後これでもね、
そうだよな。1ラウンド後動けなくなってたのに1分後再開だもんね。これが2ラウンド目です。変わったよな。ねえ、神に愛されたリスナーさんいらっしゃい。構えねえ、ダメなの。ガードが下がってるから、これもらっちゃうの。これは良くない構えだよ。これはダメ。左手も右手もガード上げないといけないの。これは基本に沿ってない。これはダメです。これは構え悪いの。本当は。要は油断してる時なの。要はね、攻撃するのは誰でもできるんだよ。一番大事なのはもらわないことなんだよね。もらわなければ死なないから。そう、攻撃しながらもらわないことが大事なの。そう、グローブに隠れるように。いい表現だね、フワフワさん。ほら、こうなっちゃうの。これが、よくボクシングとかで言われるカウンターって言って、打ちに行ってポンって合わされて、これ首の骨バキバキって言ったんだけど、ガードを上げてないと、こうなるの。よく見てて。もう一回流すから。いくよ。ガードが下がってると攻撃した時にカウンターをもらう。これがカウンター、綺麗にもらうから見ててよ。この後、この後見ててよ。これで首バキバキっつったのよ。これ振り抜かれてたら首の記憶飛んでたよ。これはやばかった。これは本当にやばかった。バキバキバキっつった。大丈夫大丈夫。あれっすね、振り抜かなくてもこの威力出るんですね。もう合わせだけ軽くちょんぱい。ちょんぱい。バキバキ言いましたもん。すごい効くんだよこれが。見えなかったでしょ。要は早すぎて、要は置きに行くって言うんだけど、ポンって本当に小突くだけで首の骨がバキバキバキって言ったの。お、ワイルドクソジジイおはよう。ちなみにこのワイルドクソジジイさんが僕のインローの師匠です。インローを教えてくれた人です。おはようございます。そう、いや夢中になるっていうか、攻撃をしてもいいの、夢中になっていいんだけど、ガードを上げてればいいのよ。片手で反対側の手を上げてれば、グローブに当たれば効かないから。ガード下がってると顎にもらうからさ。だからガードを上げっぱなしで攻撃するの。そうすればダメージを分散できるの。そう。どうしてもね、攻撃するってことは片手がガード開くことになるから。そういうね、なんか、テクニックがあるんですよ。グローブ重たいよ。ちゃんとピポットで動けるようになったしね。ピポットで動けるようになったね。試合2試合目です僕は。ポテマルさん第2試合だ。ティンバイセブンの第1試合の後。すごいね。ね、歩けるでしょ。歩けるでしょ。だいぶ変わったでしょ。うん、体つきも変わってきたね。胸筋が出てきたね。うん、まあこんな感じでした。見てくれてありがとう。ただいま。こんな感じです。今は。だいぶ2ヶ月間で仕上がってきたね。うん、みんな楽しみにしててね。頑張ります。試合当日勝てるように、みんなが感動できるように、うん、頑張ります、うん、ワイルドクソジジイのインローは俺の攻撃力をはるかに上げてくれた。実はね、攻撃力上げるための技じゃないんだよ、インローって。インローっていうのは前、自分が前に出てる足、左足で相手の左足を刈り込むように蹴るんだけど、これはね実は防御なんだよね。試合当日はね、便所太郎さんのツイキャスで放送があります。僕に放送権限はないので、もし見てくれる方は、後日 YouTube で拝見するか、俺の YouTube、あるんで、
YouTube チャンネル登録して YouTube で見るか、もしくはあの便所太郎さんの生放送を見てください。あ、見たよ、うん、がっかりした。まあ選手はすごい頑張ってて感動したけど、亀田のグローブが小さかったので、相手はガチガチのガードするのつけてて、対戦相手の方は軽いやつつけてて、で亀田は攻撃力高いグローブつけて、相手はモフモフのグローブつけさせたの。卑怯だよ、最低だよ。いや、一番ストイックなのは師匠のドルさんだと思うよ、うん、俺の格闘技の師匠のドルさんだと思ってる、うん、そう、俺はそれで萎えたね、うん、自分で格闘技やってなかったら絶対気づかなかったけど、自分で今まさにグローブ小さくしたいってヒカルくんとかと話してたからすぐに気がついたよ。あれって、明らかにグローブの大きさ違うって。あれは世界チャンピオンのやることじゃねえよ。男として対等にやらないとダメだよ。いくら1000万かかってる、いくらテレビだからって、男がやることじゃねえよ。ましてや世界チャンピオンがやることじゃないよ。いや、下手したらね、下手したらもっとかもしれない。下手したらもっと差があるかも。10オンスと14オンスかもしれない。俺はそれくらいに感じた。俺はグローブ16しかつけてないから、16と8オンスしかわかんないけど、俺は相手が14、で、亀田が10オンスに見えた。俺はそこまで詳しくないけど、明らかにオンスは違う。もう最低だよ、あれは。もう試合当日見た瞬間に気づいたから。あの、なんだろう、2ちゃんとかで見て気づいたんじゃない。それはもうずっと放送で言ってた。当日の放送で言ってるよ。あんなのないわって。でみんな、俺のね、コメントで俺のリスナーさんは、あ、本当だ、本当だって気づいてくれたぐらいだもん。そんなの、格闘技やってる人だったら誰でもわかるよ、あんなの。あんな卑怯なの。舐めてるよ。何が世界チャンピオン取れたら1000万だよ。テレビの一番悪いところが出てるよ。あれは亀田一人の問題じゃない、テレビの問題だよ。卑怯者だよ。わからない人もいるよ。感動したって、泣いたわって言ってる人をバカにしてる行為なんだよ。ふざけるなよ。そんな作られた感動で子供騙しみたいなことやってるからテレビ業界伝ったんだろう。俺は許せねえよ、そういうの。一生懸命やってる選手がいて、命かけて世界チャンピオンでやるのがどれだけ怖いのかわかるじゃん。すごい怖いよ。みんな死ぬ気でやってるんだよ。それを小馬鹿にするようなことは許せねえよ、マジで。亀だから言うべきだろう。いや、僕は真剣にチャレンジしてくれた人のためにって、そういうことはできませんって言うべきだよ、どう考えても。なんであんなことができんだよ。俺はもうその瞬間萎えてた。選手に対して申し訳ないっていう気持ちはないのかなって思ってたよ。残念だった、すごく、うん、選手もあれを見て感動した人もバカにするつもりは一切ないよ、俺には。でもあんなことは許されちゃいけないんだよ。ましてやファイターだろ。みんな命削って頑張ってるんだよ。死ぬかもしれないんだよ。一生目が見えなくなるかもしれないんだよ。歩けなくなるかもしれないんだよ。世界チャンピオンがそれを分かってないってどういうことだよ。テレビだったら何やってもいいのかよ。おちびさんはどつ。疲れも全然違う。大きいグローブっていうのは疲れる。で、簡単に言うと、これが16オンス。これが16オンス。拳の大きさがこれ。これで殴って倒せる人を。これで殴って倒せる、まず。大前提として。これで人を殴って倒せますか？相手にこれつけさせて自分はこっちで殴るってどういうことよ。最低な行為だよ、これは。わからないと思ってても。これで倒すのがいかに難しいか。わかる？この大きさ。アンパンマンみたいなグローブつけさせてんのよ。16オンスがこれね。クッションの塊だよ、これ。これで人を倒す。で、これとこれでやるんならまだわかるよ。うん。見せ物としてやろうって。怪我したらダメだから素人って。これとこれでやろうぜって。亀田もこれつけろよ、じゃあ。亀田もこれつけるべきなんじゃないの？これで人倒せますか？これで。自分だけ小さいグローブつけようって。で、ガードの硬いのはでっかいのつけようって、おかしいよ。
許せねえよ。おお、大阪先輩おはよう。昨日ありがとうございます。またよろしくお願いします。空いてる時声かけてください。俺はそういうね、そういう行為は人間として最低な行為だと思ってるから、俺はあの試合は感動できなかった、素直に、うん、それがなければ俺亀田すげえなって言おうと思ったけど、うん、世界チャンピオンで肩書きもあるのに、ああいうね、もしかしたら自分倒されるかもしれないってすごいなって、本当にボクシングのこと考えてるんだなって応援したいよ。ボクシングのこと流行らせたいって言ってるやつがなんて卑怯なことするんだよ。ボクシングをバカにしてるよ。ふざけんなよ。本当に怒ってる、あの試合に関しては。まあ、選手に関しては一生懸命やってるから申し訳ないけど、ああいうテレビサイドの姿勢と、まあそれを許可したカメラの姿勢に俺はがっかりした。おこだよ。俺考えられないよ、あんなの。1000万ね、取れるか取れないかっていうのはチャンピオンに挑むからなんじゃん。すごいよ、4試合連続でやるっていうのも。だけど日本中のボクシングファンをバカにした行為だよ、あれは。どうだろうね、わかんないけど、誰が仕掛けたのかわかんないけど、俺は亀だった、だったらじゃあ辞退しますって言うべきだと思う。こんな卑怯なことは ボクサーとしてできないんで、僕は辞退させてくださいって俺だったら言ってたよ。世界チャンピオンとしてこんな恥ずかしいことできませんって、うん、ボクシングを流行らせたいんですって、こんな卑怯なことはできません、逆だったらいいですよって、僕がでかいグローブで、世界チャンピオンだから僕がでかいグローブで、相手が倒しやすい小さいグローブつけさせてくださいって言うならわかるよ。逆のことやってんだよ、うん、茶番にしたよ。いや、亀田本人が考えたことかどうかはわかんないから、テレビ的な演出かもしれないから、1000万払ったら困るっていうね、その裏の事情は知らないから亀田本人を詰めることはできないけど、あれを仕掛けて許可したのは亀田だから、これつけるって。亀田だったら絶対気づくんだよ、俺の方が音数違うじゃないかって。ああ、じゃあ俺のグローブでかいのつけることはできませんって言えるはずなんだよ、うん、そんなことがね、まかり通っていいはずないよ、うん、例えば剣道の試合で、剣道の世界チャンピオン、日本チャンピオンがいて、素人が剣道で勝ったらっていう企画で、市内の長さが近かったらどう思うよ。おかしいでしょ。市内の長さが違うっておかしいでしょ。そういうことをやってるんだよ。例えば世界一のピアニストとね、演奏勝負しましょうっつってさ、鍵盤の数が足りないのと一緒なんだから。曲弾けねえよ、そんなの。そういうことをやってるんだよ、彼は。俺は許せねえよ。まあわかんないよ、裏側のサインがさ、そうなのか。でも公式発表にはお互いこのグローブつけるっていう発表だったんだよ。おかしいよ。そういう条件で許可したとしても、それは素人騙しだよ。だったら最初からリスナーさんにそれを説明すべきだと思う。最初からカメラの方が有利なグローブでやりますって、それでも1000万取れますって、それをなぜ伝えない。リスナーには分かんねえだろうって小バカにしてるんだよ、ワンカップさん。どう思う？小バカにされたのは俺らの方なんだよ。見てる人全員を小バカにされたんだよ。だったら最初に説明すべきだろ、カメラの方が圧倒的な有利な立場でやりますって、1000万っていう金額はそういう金額ですって言うべきだろ。なぜそれを隠した？それで最初から募集してて公表しててやってるんだったら納得できるよ。八百長じゃねえか、こんなの。汚ねえよ。俺は納得できない。まあまあ、選ぶのは俺は別に、そこに1000万かかってんだからね、まあプロとかも、まあ逃げるだろうなっていう、まあ別にいいんじゃんっていう感覚だった俺は。そこにはあんまりない。うん。そうじゃなくて、リスナーさんを小馬鹿にした、選手を小馬鹿にしたとか、そういう姿勢が嫌なんだよ。俺はだから選定はさ、
それこそ弱いやつ選んでいいと思うの。それはつまんない試合やるだけだから。でもそれがプロの世界じゃん。別に選手選んでいいんだよ。それは俺は文句なかった最初から。ただリスナーを騙したのは許せねえよ。明らかにあん違うことやってんだから、それは最初に言っとくべきだろ。怖いんでって、リスナーさんのパンチ怖いんでって、挑戦者のパンチ怖いんで、俺は殴り相手が倒れやすいパンチ打たせてくださいって言うべきだろ。それで募集にさ応募した人だったら別に文句ねえよ。ないよ全然。みんな楽しく見れるじゃん。だいたい強い世界チャンピオンの方がそういうことやってんだよ。俺ワンカップさんさ言いたいことわかるよ。だけどフェアじゃないと思うよ。あと見てる人を小バカにしてると思って、俺はそれが許せないよ。わかんねえよどうせって、バカだから、あいつらバカだからって。そういうさ電通博報堂に勤めてるさ頭のいいやつがいるんだよ。サイバーエージェントとか朝日とか朝日テレビとか、頭のクソ高学歴なやつが小賢しいよ。こいつらバカだから感動して泣くんだよって。俺らそれで金稼ごうぜって、ふざけんなよ。ボクシング盛り上げて、ふざけんなよ。のんちゃん、あしらめた。あしらめたってなんだろう。あしらめた、あしらめたかわかんねえな。俺はだから今回の試合はもう一瞬で冷めた。もう試合手合わせする瞬間の一瞬で冷めた。申し訳ないけど、頑張ってた人もいるし、みんな必死になってたけど感動はなかったね。絶望しかなかった。まあ全ての人ってわけじゃないよ、ゆうゆうさん。語弊がないように訂正させてもらうけど、電通博報堂に勤めてる人がじゃなくて、あの番組を作った人は電通とか博報堂とかサイバーエージェントとかね、要は一流の人間なのよ。本当に頭のいい人なのよ。それが視聴者を小バカにするようなことをやったのは事実なんだよ。だからテレ朝とかに勤めてる人がクズってわけじゃないの。博報堂に勤めてる人がクズっていうことを言いたいわけじゃなくて、あの番組に勤めてて頭のいい人がなんでその視聴者を小バカにするようなことをやるんだろうっていう表現ね。そこだけあのゆうゆうさん気分悪くしないで。友達にもあの博報堂でもさ、いろんな人が素晴らしい人いるから、そういうつもりで言ったわけじゃないから、ごめんねゆうゆうさん気分悪くしたら。えっちゃんもちろんです、フォロー大歓迎です。フォローよろしくお願いします。そこだけ誤解しないでね。その勤め先のことを言ってるんじゃなくて、そういうエリートで頭のいい人がその視聴者をバカにしようとしたんだよっていう一つの例えだからね。おー杉作なんだ、スキンヘッドにしたの久しぶり。えっちゃんフォローありがとう。俺はそうじゃなくて、誠意のない対応をしたっていうのが嫌なんだよ。ただそれだけ。だからホストをホストって言うけど、ホストの人も別に俺はその人を悪く言うのは良くないんじゃないかなって、俺は頑張ったと思うよ。世界チャンピオンと殴り合うのは大変なことなんだから。怖いよ。久しぶりです、全国旅行ってません。あのね、あのステコロって言って企画があるんで、練習のために戻ってきました。あのこれに出場するんで、これに、またあの全国旅するんで、みーみさんよろしくね。リアドツコラボ大歓迎の旅なんで、一緒に旅しましょう。あと延長料金が稼げなくて、あのもしよかったらアイテムください、延長したいんで。今月10日経ってるんですけど、3万円しか稼げてないです。もう大ピンチです。このままだと本当に食ってけないんで、延長したいんでアイテムお願いします。よろしくお願いします。
応援ありがとう。大阪、ん、中盤ぐらいだからもうちょい先だね。ゴッドさんおはようございます。楽しんでってください。おはようございます。風船10個ありがとう。ふわふわさん風船10個ありがとう。ありがとうございます。おお、ミュールパフェありがとう。ありがとうございます。ありがとう。おお、お経の CD 久しぶり。お経の CD さんハートありがとう。ありがとう。助かります。延長するのにもお金かかるんですよ。ふわっちは。だからね、みんながね、アイテムくれないとね、厳しいんですよ。あ、昨日別れました。そうだね。いやまあまあ、まあまた見てよ、うん、過去のことはあんま説明するのも録画に全部残ってるしさ、うん、また追っかけてもしよかったら、うん、かぐるちゃんハート30個ありがとう。なつさんおはよう、うん、まあ俺と付き合いたいなんて思ってる人はいないんだよ。背頃頑張るよランラン。ありがとう。超頑張るよ。グローブとかサインつけて販売しようかな。買いたい人いるかな。試合当日サイン書いて販売しようかな。物販でこれ白いマッキーでバーって書いて和道って、うん、あー全然友達になりましょう、うん、ぜひぜひ。腹減ったな。おー、夏さん花火ありがとう。素敵な一日を。ありがとう。素敵な言葉も添えてくれて。ありがとう。サンキュー。花火ありがとう。うん。ありがとう。しかし腹減ったな。和道さんと付き合いたい。あれ、かぐらちゃんって彼氏いなかったっけ。いなかったっけ。誰かと間違えてんのかな、うん、そっか。俺と付き合いたいのか。水郷な女だね。水郷でいないんだ、うん、じゃあアプローチ待ってますよ。アプローチを待ってるよ。ツイッターで。ツイッターじゃねえよ。和道さんにぶち込みたい。ゲイじゃねえかよ。ハードゲイじゃねえかよ。もうこの際男でもいっか。この際彼氏を作るか。ああどうする？かかってくるかもよ。僕でもいいですか、ワドちゃんって。怖い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 。あ、最近ロハコさんと絡んでないな。ハードダメ。ハードって何。やつが来る、やつが。でもロハコさんと付き合った方が絶対配信的に面白くなるから、絶対盛り上がる。答えは分かってる。
ついに禁断の扉。いやでも俺は人を愛するのに別に男同士と女同士とか全然ありだと思うよ、うん、バイでも、うん、ただね俺がねちょっとおかしいなと思うのはゲイの人もレズの人もバイの人も誰でもいいっていう傾向があるから、そこだけでちょっと昔から疑問なんだよね、うん、セックスできたら誰でもいいんかいっていうか成熟なんだよね基本的に。それがねちょっと疑問昔から。いや俺はゲイではないですね、ノンケです。ケイちゃんおはよう。あ初コメフォローありがとう、大歓迎です。ありがとうねコメント、楽しんでってください。うん、やらせてとか言う。男ですか女ですかハーリーさん。おはようふなっしー。ふなっしー、なんでふなっしーのサムネにしないんだろう。そこまでキャラクター徹底するな。ふなっしーのサムネにしないとダメでしょ。なんでこんなよくわかんないサムネの。キャラ崩壊してるよふなっしー。徹底しないとそこは。なんで部屋の写真なんだよ。そういうところだよ。あとで LINE 送ってもいいですか？お待ちしてます。LINE 送るときのルールは、なんで男ばっかりなんだよ。ふざけんなよ。LINE 送るときのルールは、ふわっちのリスナー何々ですって固定版書いてください、必ず。お願いします。ふわっちの、ふわっちから来た何々ですって固定版を書いてください。固定版が来なかった場合は、メッセージ申請してません。よろしくお願いします。心霊動画、あー、すごかったよ。ツイッター10万アクセスぐらいいったよ。ツイッター。ケイちゃんは、ゆっくり関係築いていきたいんで連絡ください。朝立ちすごいのか、ハーリー。引くわ、うん。男性にモテモテだからね。いや、昔から実はゲイにモテるんだよね、俺。俺はチンコ小さいよ。腹減ったな。チンコは小さいかもしれないけど、テクニックは半端じゃないよ、俺。本当に。テクニックはマジで半端じゃない。食べようかな。いや心霊動画がめちゃめちゃあるの俺は。もうロハコさん曰く霊を呼び込む超体霊媒体質みたいなんだって。うん、九州相当後だねビギンさん、ぜひ会おうね。テクは重要。ありがとう。僕のチンシャミ見てくれます？今すぐ送ってくれ。ぜひ見たい。サノゲさんのチンシャミぜひ見たいわ。ぜひ送ってください。俺、あれだもん。チンコ FC2 に動画が載ってるもん。FC2 動画でワドって検索すると多分俺のチンコ出てくる。隠してないから。マキちゃんおはよう。マキちゃんおはよう。浅井さんにやらせてとお願いしたら、経済的に支えたら答え ど直球すぎるでしょ。経済的に支えてくれたらやらせてくれるんかい、うん、すげえ大人な答えでびっくりするわ。笑うわ。
すげえな。浅井さん相変わらずぶっ飛ばしてるな。彼女になれる条件は世界、俺のすべて、俺の悪いところいいところも全部全部全部含めて全部受け入れられる人だね。俺がやることはすべて正しいって思えるぐらい俺に惚れてる狂ってる女もう俺が悪いことするはずないと、もう覇王だと、うん、和道が神だと、そういうレベルないと無理だね。和道様の状態じゃないと結婚しないよ俺、うん、結婚しないよ。可愛いか金、いや金も別になくていいよ、うん、金もなくていいよ。洗脳された信者、それでいいじゃん。洗脳されて幸せになれるんだったら、狂ってるぐらい洗脳されてるんじゃないかって思うぐらいさ、俺のこと愛してくれよ。いやしいっていうか、俺はもう相性だね、本当に。もう信頼関係が欲しいね。うん、そういう考え素敵かな。強信者でいいじゃん。確かになんか宗教っぽくなってる。まーちゃんおはよう。30過ぎたら頭薄くなるよ、誰でも。マロって上位の人いた？いなくなったよね。わかんないね、うん。マロさんって上位の人？うん。わかんないわ、マロって人。見たことない。うん、どんな人だろう。おい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 、俺マンスリーランキング53位じゃねえかよ。頼むぜ。マジかよ。53位かよ。マジかよ。頼むぜ、みんな。では。もしもし。もしもし。あ、ちょっと待って。もしもし聞こえる？はい。いや聞こえるけど。うん。ふわっちょをなんか削除するとか、なんかそういうなんかあれはなかった。俺帰ってきたらさ、うん、包丁が枕に刺さってたのね、うん、で壁に血で死ねって書いてあったんだよ、うん、部屋もまあもともと汚かったけど穴もでかくなってるしぐちゃぐちゃになってるよね、うん、お皿も割られてて食べ物も捨てられてたんだ。うん。どういうこと？うん、それはなんだろう、うん、なんか配信見て、うん、なんか嫉妬して、うん、そういう風になって。じゃあなんで俺のアカウント次の次の日だけど俺のパソコン触ったよね。うん。で LINE 勝手にブロックしたよね。だから配信の時になんか LINE とか交換してたから、うん、なんかそれだけ消そうと思ったんだけど止まらなくなっちゃったの。うん、なん
か酔ってたっていうか、で止まらなくなった。何件ブロックしたか知ってる？モンちゃん。止まらなくなったって言ってるけど。何件ぐらいブロックしたと思う？わかんない。覚えてない？その、うん、心ちゃんの LINE だけブロックしようとしたんでしょ？うん。のんちゃんね、54件ブロックしてたんだよ、俺の LINE。うん、で、のんちゃんは、ふわっちのアカウントをぶっ壊すつもりなんかなかったって言うけど、うん。あの、俺、パスワード速攻変えたんだよ、もう絶対。あの、ちなみに言うと、ニコ生俺引退した時の理由覚えてるよね？うん。覚えてるよね？うん。何やった？のんちゃんは、俺に。なんか、爆破した。そうだよね。俺のコミュニティを爆発したののんちゃんだよね。でもなんかその時はなんかみんなに煽られて、誰みんな、なんか誰みんなって、なんかミュールとかそういうのもう何回も謝ってもなんか。そんななんか誠意が伝わってこないとか言って、で最終的になんか会わないでくださいってなんか言ったんだけど、結局なんか会ったりして、でそれでまたなんかそれはその時はまだ付き合い始めてたばっかりだったし、なんかすごい嫉妬してバカ。でももうそれだけはやらないっていう約束をあの時したよね。どれだけ傷ついてどれだけダメージを受けたかわかるよね。俺が配信で配信しかないのわかるよね。俺が、うん、うん、あのね、のんちゃんはね、あの、ふわっちを爆発するつもりがないって言ったよね、今。うん。じゃあね、俺が LINE ブロックされた時に、パチンコ打ってる時にね、確変が入ったの。で、北斗の拳でね、確変を引くと、そっから2500発次確変が出ると、2500発出る台なの。8000円出る台なの。俺だけど、それをストップして、ね、保留玉で、確変入ったのに通常 35% の保留玉で引き戻し食らって店員と揉めたの。うん。ね。だからもう10万ぐらい損してんの、その日。うん、まあそれは置いとこう。それはまず置いとこう、うん。だから店員さんに奇跡ですって言われたの。うん。残り一発の保留玉でね、35% の確率を引いてしまいました、お客様って。ハンドルを確かにカメラで確認させていただいたところ、1分間ハンドルを手に離しております、お客様。我々としては大変、あれなんですけども、お客様、ガローという台を知っておりますでしょうか？通常半分で、通常と確変を引くんですけれども、ガローという台でもたまにそういうことが起こります。お客様、確変中は絶対に手を離さないでくださいってすごい言われたの。店長呼べって言ったんだけど。うんうん、店長来なかったけどね。まあそれは置いといて、うん、俺にとってはパチンコで3万円、1万円で出たんだよ。まずのんちゃん1万円で確変引いて、うん、でね、2万円出たんだよ。あ、1万プラスか、悪くねえな。だけど男としてはここで引き下がれねえ。なんて言ったって俺は旅配信で何万円も勝った男だ。リスナーにツイートをするには10万勝たないとと思って、粘ったの、うん。そしたら粘ったら2万皿に飲まれて3万負けて、そこでようやく引けた確変だったんだよ。その時に、たくみさんは、ちょっと大変なことが起こってます。達彦さんから大変なことが起こってますって。うん、その確変、俺が何時間打ってたと思う。その前の日に朝、ドレさんの放送を見ながら焼肉を食って、で、飲み行こうと朝やってる店飲み行ったら、出禁になってたんだよ、俺。もう、窓来ないでくれって。なんでか知んないけど、もう二度と来ねえよ、つって焼肉食って、ドレさんの放送見ながら。で、漫画喫茶で時間潰して、マルハン新宿店、新宿東宝店に行って、で、夕方5時、6時か忘れたよ。
やっと出た台だったんだよ。うん、ね、もうイライラが収まんなくて。でね、もう話元に戻すけど、のんちゃん。話を元に戻すけど、ちょっと、ね、それ嘘じゃないから、もし嘘だって言うんだったら、ツイッターに、確変の件についてはちゃんとリスナーさんに報告するよ。確変の件については俺は嘘ついてないから、そんな話持ってるだろう、ワドって。北斗の件で、確変中に保留玉で、300% の確率で保留玉で 35% かくる。じゃあお前、赤玉で入って確変で引けたのに、その後の保留玉一発で300何分の1引いたのかワード。それで 35% 引いたなんて話持ってるだろうって言うんだったら俺はツイッターでその画像晒すよ。わかる人だったらわかるから、うん。でね、俺はそれくらい苦しかったんだよ。それくらい切羽詰まってた状況で、ね。俺は LINE のブロック確認した瞬間何をやったか知ってるのんちゃん、俺は。俺はふわっちのアカウント爆破されるって分かったから、もう絶対いじると思ったから、ふわっちのねパスワード変えたんだよ。俺はふわっちのパスワード変えたの。のんちゃん嘘つかないで話して。のんちゃんこっからは嘘つかないでよ、約束できる？うん、うん、のんちゃんはあの時LINE の後にふわっちにログインしようとしたよね。俺のパソコンでふわっちにログインしたよね。いや、ログインしたかもしれないけど、したよね。ふわっちの、あの、俺がログアウトになったんだよ。俺のパスワード変更した後ログアウトになったんだよ。それはどういうことかっていうと、それはどういうことかっていうと、のんちゃんがパスワード、ふわっちを見ようとして、ふわっちの方でパスワード変更されたから、解除されたから、のんちゃんの方がリセットがかかって、俺のアプリの方がリセットかかったんだよ。のんちゃんがどういうつもりでふわっちを開いたかはわからない。だけど、まず俺のパソコンで LINE ブロックしてる。前回ニコ生を爆破してる。ね。それでふわっちの、ね。ログインして爆破しようと思いませんでしたっていうのは都合が悪いんじゃないの？どうなの？それは俺納得できないよ。そんなつもりじゃなかったって言われても。俺がどんなつもりで配信取り組んでるかわかるよね。うん、知ってるよね。俺がどれだけ必死にやってきたか。俺だって好きな人を詰めたりしたくないよ。警察に突き出したりしないよ。あんな暴力的な言葉だって使いたくないよ。でも俺にとってどういうものかわかるよね、配信が。うん。確変をね、確変を、ね、パチンコ朝10時、9時から並んでるんだよ、俺は。整理券の番号21番取れたんだよ。やっと取れたんだよ、北斗の券。で、本当は勝ってたんだよ。で、取り戻せたんだよ。確変引いて保留玉でさ、のんちゃんハンドル離したんだよ、のんちゃんのせいで。本当なんだからね、これ。保留玉一発で、保留玉一発で300分の1で通常引くんだよ。確変の後にだよ。あ、考えられる？ふわっちとかあんまりあのいじったことないから、なんでふわっちログインしようとしたの？とかもわかんないし、なんでふわっちログインしようとしたの？配信してるのかと思って。自分の携帯で配信見れるでしょ？だよね。自分の携帯で配信見てたよね、うん、今まで。うん。あとさ、警察官に何て言ったか覚えてる？うん。俺警察官に帰り、写真撮らせてくださいって、事件現場のって。その時に運転中に言われたんだよ。あなたね、俺のこと結婚詐欺師だって騒いでたって言ってたよ。
結婚詐欺師だって。騒いでない。言ってたんだよ。警察官みんな言ってたんだよ。これは詐欺じゃないって説明しましたけど、結婚詐欺っておっしゃってましたよって。俺がマクドナルドと吉野家とすき家とセブンイレブンとファミリーマートとローソンと、あと孔明を何回連れてった俺が。俺が何回連れてったと思ってんの。俺全部出してたよね。ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン。タバコも買った、ジュースも買った。ね？こんな男いねえぞ！何回孔明に連れてった？一回や二回じゃねえぞ！孔明のつけ麺、何回おごった俺？何回連れてった？大盛り、特製つけ麺。杏仁豆腐付きで。いくらすると思ってんだよ。のんちゃんも食材買ったりしてた。たまにでしょ、食材買ってたのは。じゃあ、のんちゃん言ってみろよ、何やってきたのか、今まで。俺は何回送ってきた？ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン。あ？つけ麺、こう麺。あ？なんだよ。サイゼリアも連れてって、炒飯まで連れてってんだぞ、こっちは。ふざけんじゃねえよ。何やってきた今まで。言ってみろよ、じゃあ。何が結婚詐欺師だよ。俺が今まで、じゃあ俺だって言ったよ。俺だってこんな格好悪いこと言いたくねえよ。なんで結婚詐欺師なんだよ。のんちゃんがじゃあいくらおごってきたんだよ、俺に今まで。言ってみろよ。全員の前で。全員聞いてやるよ。言ってみろよ、この野郎。だんだん腹立ってきたわ。HI。はぁ、あ、?HI ってなんだよ。IH の、ああ、あの、クッキングヒーターと、おう、いくらすんの？ 15,000円。おう、あと、おう、炊飯器。いくらすんだよ、炊飯器。15,000円ぐらい。おう、それくらいだろ。モニター。モニター、パソコンのモニターか。いくらすんだよ。3万ぐらい。うん。それくらいだろ。俺だって、この半年間で、孔明。カバンは？カバン？天城府でカバン買ったよね。天城府じゃいくら使ったんだよ、俺に。7万。ああ。まあそんなとこだろう。まあ。そうか。まあそれくらいだろう。まあ。まあ、パソコン？パソコンいくらしたんだよ。27万。ああ。そうか。そりゃ結婚詐欺師とも言いたくなるわな。でも、俺はのんちゃんに、ね、俺貧乏だから、確かに金銭的にはいろいろ恵んでもらったよ。俺はすげえ感謝してる。すげえ、うん。だけど、エスコートしたり、多分丁寧なセックスとかをしたりとか、私生活で洗い物やったりとか、洗濯物を積極的にやったりとか、いろいろしてるはずだろ？おい。俺がのんちゃんの肩揉んだりとか、いろいろしてるはずなんだよ。金額は確かに、のんちゃんが料理作っ
て、うん、洗い物して、うん、で、体とか洗ってあげたりとか、うん、あとはもう、たまにだろ？たまに体洗ってたんだろ、俺の。でも、だいたいそう。何割ぐらい、何割ぐらい体洗ってたんだよ。5割ぐらい。そうか。体拭いてとか。体拭いて？どういうことだよ。お風呂上がってる、なんか体拭いてとか言って、いつも言って。俺もいろいろやってきただろうがよ。俺ものんちゃんの体拭いたんじゃねえのかよ。のんちゃんの体洗ってあげたんじゃねえのかよ。3割ぐらい。5対3か。あと洗濯物のんちゃんがさ、コインランドリー行った。一回いくらかかんだよ、コインランドリーは。300円。ああ。それ全部出してたのかよ。うん。そうか。でも、セックスの時は丁寧だったはずだわ。それだけは譲らねえぞ。のんちゃんが、なんか、うん、フェラしてって言われて、で、お父さんは、なんかマグロみたいな。おい！宇宙に連れてったんじゃねえのかよ！おい！ふざけんな、営業妨害だよ。俺は、セックスした女全員宇宙旅行に連れてってた。なんだてめえ、マグロみてえとかよ。おい、どういうことだよ。続けろ。手こきしてとか。いろいろ注文つけてきて。ああ。で、その間、ああなんか、和道さんは、ドラクエとか、星ドラとかやって。ああ？手こきされてる間ずっとアプリのゲームで遊んでた？うん。ほんとかよ。とりあえずちょっと眠いから明日にしようぜ。うん。続き明日だ。ちょっとトレーニングとか忙しいからよ、うん、ちょっと明日話すってことでいいか。それは言いたいことあんなら言えよ。じゃあ明日のいつ話すの？明日の放送でちょっと蹴りつけようぜ。今はっきり言って喋れば喋るほどお前不利だかんな。なんで？誰もお前のこと守ってくんねえよ。みんな俺の味方の状態だから今。うん、うん、それはわかるよな。うん、みんな俺が正しいっつってるから。ちょっと明日、うん、明日話そう。ちょっと今日体調悪いわ、うん、放送やりすぎだわ。わかった？うん、うん、とりあえず明日 LINE で話そう。明日放送で蹴りつけよ。ああ、うん、じゃあ切るわ、うん、他にちょっと言いたいこと、一言言いたいことあったら今のうち言っといていいぞ。うん、なんか、うん、あの、うんすじついたパンツとか洗わせる。なんだよ、うんすじって。専門用語使うんじゃねえよ。リスナーさんにわかんねえだろ、うんすじだったら。何わけわかんねえこと言ってんだよ。言っていいことと悪いことがあるだろ。俺にはよくわかんねえよ。何専門用語使ってんだよ。ふざけんじゃねえよ。やめろ。ティアラ、何？ティアラエス。聞こえない、聞こえない。何？何？全然聞こえねえわ。とりあえず明日聞くわ、その話は。ああ。ああ、この野郎。明日でいいか？よくわかんねえ、うん、専門用語使うなよ。なんつった？うん、うん、筋。ああ、もううるせえよ。うん。何がうん筋だよ。何言ってるか全然わかんねえよ。ほんとに。
何言ってるか全然わかんないよ。メンヘラだわ。メンヘラ、マジで。全然わかんない。理解できない、本当に。マグロのうんすじ。マグロのうんすじとか言うんじゃねえよ、この野郎。ふざけんじゃねえよ。やめろ、この野郎。なんだよ。なんだよ。マジかよ。何、俺が悪いみたいになってない、ちょっと。何、ちょっと。何、ちょっと。風向き変わってきてんの。うん。そう、あと、本当にちょっと今月厳しいから、ちょっとアイテムくんねえ、マジで。自然と延長しちゃったよ。ちょっと、ほんと助けて。明日も放送頑張るからさ、マグロのワドさんとかやめて、本当に。明日も頑張るから、俺放送頑張るから、ちょっとアイテムちょうだい。うんすじとか言うな。マグロのうんすじとか言うな。やめろ。いや、許すとかじゃない、蹴りつけっからよ。結婚詐欺師じゃんとかやめろ、この野郎。誰だ、結婚詐欺師っつったの。やめろ。いや、俺悪いの。マジで。風船ありがとう。風船ありがとう。やいこさんいらっしゃい。ちょっと明日蹴りつけるから、ちょっと明日の放送のために、ちょっとフォローしといてください。みんな。明日放送、続きが見たい人は、フォローしといてください。ゴッド打たねえよ。いや、謝っちゃいって、なんで俺が悪いみたいになってんだよ。なんで俺が悪いみたいになってんだよ。おかしいだろ、どう考えたら。絶対おかしいだろ。フォローありがとう。ちょっと明日蹴りつけるから、本格的に。亀仙人いらっしゃい。マグロのうんすじさんじゃねえよ。誰がマグロのうんすじだよ。やめろ、フォローありがとう。どんだけお前ら明日続き見てんだよ。フォローが止まんねえわ。明日の続き見たいの。配信外でやっていいっすか、ちょっと。もう これ裁判に流れる可能性があるんで、もうここで花火上がんなかったら俺、配信外でちょっと、弁護士交えて明日やるわ。プライベートで。花火上がったら考えるわ、ちょっと。明日も放送しようかなって。いや、森さんありがとう。あ、バーガーありがとうね、やいこさん。ありがとう。いや、録画残すよ。証拠になるから、これ全部。弁護士交えて、これ全部証拠になるから。いやいや、全然聞いてないよ。俺ファイターだから。俺ファイターだから。全然聞いてねえよ。バーガー10個ありがとう。あー、マジか。ゼットンさん、花火ありがとう。ありがとう。どうしようかな。花火上がっちゃったもんな。もうちょい花火くんね。もうちょい。もう、あと何発か花火くれたら、ほんと明日も絶対放送するよ。ちょっと頼むよ、みんな。400人の人。アイテム頼むよ。ちょっと、本当に、俺、プロ配信者になってんのに、俺、この10日間で稼いだ金額、5月入ってから3万円なんだよ。家賃払えねえんだよ。3万なんだよ。マジで厳しいんだよ。捨て頃も頑張るからさ。ちょっとわがまま言わせて、本当頼むよ。今月厳しいんだって。頼むよ。頼むよ。うんすじファイターとかやめてください。やめろよ、うんすじ、うんすじって。何言ってんのかわかんねえよ。ちょっと専門用語使わないでください。ちょっとやめて。ありがとう！ F カップありがとう！花火ありがとう。F カップはおかしいよ。ありがとうね。明日も放送頑張るから。ありがとう。花火ありがとう、ミュール。ありがとう。じゃあ、あと2発。あと2発頼むよ。泣きのあと2発頼むよ、誰か。泣きのあと2発。楽しかった。やめろよ。俺のこと、うんすじとかマグロとか言うのやめろよ。プロマグロとかやめろよ。なんで昨日は女の子に大絶賛されてたのによ。なんだよ。なんだそれ。手こきされながら星のドラゴンクエストやってたって、お前アプリなんか俺なんかやってないはずだけど。うんすじとかやめてください、本当に。本当に傷つくからやめて、なんか。これ本当に名誉毀損の可能性あるよ、マジで。マジで名誉毀損の可能性あるよ。いや、マグロっつうか俺超絶テクニシャンだから、ランランちゃん。いや、マジじゃないよ、本当に。超テクニシャンだから。やめて、そういうの。配信会一のセックスマシーンだから。マグロは知ってたってなんで知ってんだよ。お前誰だ、ココちゃん。なんだマグロは知ってたよって。誰だお前。丁寧な君にしかしねえよ。恋味花火ありがとう。じゃあまあ本当明日も放送するから、花火、泣きの一発。あと一発お願いします。頑張るんで。あと一発お願いします。
やめて、マグロじゃないから。すげえくんにするから。ありがとう。エミちゃん花火ありがとう。じゃあ、明日ノンタン裁判開くってことでいい？もう完全決着。完全決着。OK。お経の CD ありがとう、ハート。OK、みんな。明日は捨て頃の前にガチバトルだから。裁判起こすから。うん、OK。元カノ裁判起こすっていう感じで OK、みんな。OK。じゃあみんなフォローしてね。ありがとう。明日、元カノと警察に突き出した元カノ裁判を起こします。みんな陪審員になってください。今のところ僕は圧倒的に有利です。被害受けたのは僕だけです。じゃあ、お疲れ様です。みんなありがとう。オツ、絶対フォローして、この裁判参加してね。うんすじ裁判とか言うな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。